アメリカ人とか、はい、アメリカに対するイメージどういうの持たれてます？イメージとしては結構寛大な。確かになんかテロとか多いイメージがある。なんか銃とか。なるほどなるほどなるほど。アメリカ住みたいと思いますか、将来？あ、なんか僕は将来的。Hey guys, how you doing? I'm Takashi from Japan. Today, I'm going to interview Japanese people. What do Japanese think of America? Actually, I made a video about this topic. Which country do Japanese love the most? And many of them answer it's America, like they want to go New York or California. So if you haven't checked this video, please check it first. So I decided to interview Japanese people. What do Japanese think of America? Last interview of this video, I asked Japanese people who have studied abroad in America. And at the end of this video, I also tell my opinion. So please check it until then. Okay, on my channel, I interview Japanese people and foreigners in Japan. You can also learn Japanese here.It's the best channel for anyone who wants to come to Japan, whether traveling or living. So if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And on my Instagram, I show my daily life in Japan and share information about Japan. So if you haven't followed yet, please follow it too. Okay, let's get started. アメリカとかアメリカ人に対してどういうイメージ持たれてます？まあ結構そのフレンドリーで、まあ、日本人に比べたらやっぱり日本人ってその内向的なところがあると思うんですけど、まあそこに対してまあ結構オープンなイメージがあるっていうのは僕の印象ではありますね。どうすか？そうですね、まあ自由っていうのと、まあフレンドリーで物事に対して積極的に自分から取り組んでいくっていうようなイメージはあります。次にアメリカから来るドラマとか映画とかって見る機会ありますか？まあ結構なんかネットフリックスとかそういうので、まあ、見たりは、結構海外ドラマとかを見たりはしますね。最近はなんかどういう作品面白かったなとかってあります？最近ですか？クリストファー・ノーランっていう監督が好きでの作品、ハリウッド映画、まあ、インセプションとかそういったなんか映画とかが好きですね。なるほどなるほどなるほど。なんかあります？見る機会ありますか？いやないんすよね。そうです本当に日本の邦楽かばっかりなんですよ。じゃあ、アメリカ人の有名人とかをなんか誰が上がりますか？最初にあんまり浮かばないですけど、野球選手とかですかね。まあ結構野球見るの好きで。例えば、まあ例えば誰かいますかね。大谷と同じエンジェルスのチームメイトのマイク・トラウトとか、ディカプリオ。あ、確かにインセプション。インセプションどうぞ。か浮かびますか？マイクロソフトの人とか、あれってアメリカ人じゃない？ビル・ゲイツとか。ああ、違う？アメリカ人？ミランダカーとかってアメリカ人？あれオーストラリア。あ、違う。分かる。知ってる。何人かが分かってないわ。あ、確かに、なんか確かに白人かどうかとかっていう見分けで、確かにアメリカ人かイギリス人かオーストラリア人とかってのあんまり。そうなんです。確かにそれはあるっすね。なるほどなるほど。じゃあアメリカに行くとしたらどこ行ってみたいとかあります？メジャーリーグ、エンジェルスを見に、ロサンゼルスとか。あ、確かに。あとあります。オハイオ州とか。はい、なぜ？なんとなく。何がある？なんかディズニーランドとかユニバーサルとか本場のやつありますよね。じゃあフロリダかカリフォルニア、その辺はちょっと気になりますよね。あ、なるほどなるほどなるほど。ありがとうございます。日本人ってどう思われてると思います、アメリカ人に？まあ結構日本人ってでも結構なんかハードワーカーっていうか、なんかめっちゃ働いてる印象とか持たれてるっていうのはあると思いますし、まあでも結構やっぱでも外国人でも日本人がシャイっていうことを知ってるって人も多いとは思ってますね。今働かれてます？あ、働いてます。ハードワークですか？ああ、もちろんです。毎日オーバータイムの。あ、って感じ。本当なんですね。なるほどなるほどなるほど。なんかどうですか？まあシャイで内向的かなって思われてると思うんですけれども、それが日本人のいいところっていうような認識になってるんじゃないですかね。それ個性として。そうですそうですそうです。それがダメというかにはならないじゃないですかね。なるほどなるほど、じゃあ最後に、アメリカ住みたいと思いますか、将来？なんか僕は将来的にちょっと海外住んでみたいなっていうのは考えてて、今どこの国なら行ってみたいとかあります？どこを住むなら、はい、行きたいのはスイスとかですかね。なるほど、スイス。はい、どこですか？あ、どうですか？そうですね、あ、住むのは日本好きなら日本がいいかなと思うんですけど。旅行っす？旅行、あ、でもまずヨーロッパ系かな。あ、先に。なんとなくですけどね、本当に。なるほど、ありがとうございます。アメリカ人とかアメリカに対してどういうイメージ持たれてます？そうそうだよね、アメリカ人とかって。あ、なるほどなるほど。なんか日本よりも丁寧じゃないっていうか、なんか全部大雑把そうなイメージある。はい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 。アメリカのドラマとか映画とかっていうメディアを見る機会はありますか？少し
少しですか。ほんの少し。テレビとかで流れてたら見ます、うん、なんか最近はどういうの見たとかありますか。タイタニック見ました。タイタニック、はい、なるほどなるほど、はい、なんかあります。ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズテレビでやってて見ました。確かに日本のメディアテレビで結構アメリカの映画とかやりますよね。アメリカ人で有名な人とかって誰が思い浮かびます。オバマ。オバマ、はい、オバマさん。オバマさん、はい。なんかさ、バスケの人なんだっけ。今活躍してる人ですか。いや、昔マイケル・ジョーダン。あ、そう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 、マイケル・ジョーダン、はい、マイケル・ジョーダン。確かに、なるほどなるほど。アメリカに行くとしたらどこのエリアとか観光地行きたいと思いますか。ニューヨーク。ニューヨーク。ディズニーが好きなのでカリフォルニアのディズニー行ってみたいです。おお、なんかニューヨークとかどういうイメージ持たれます。なんか楽しそう。楽しそう。賑やかそう。賑やかそう。日本の渋谷みたいな感じなのかな。アメリカ人って日本のこ、日本人のことどういうふうに思ってると思いますか。なんか日米関係とかあるんで、うん、なんか結構習ってなんか守られてるってまあ、極端に言うと言われ、授業を受けたんでなんか下に見られてるのかなって。なるほど。なんかちょっと悪い意味になっちゃうけど、政治的には、はい、思います。確かにアメリカがいないと日本がなんか生きていけないみたいな立ち関係になってる、はい、なるほど。どう思いますか。わかんない。なんだろう、日本人は真面目とか思われてそう。ああ、アメリカになんか住んでみたいとか行ってみたいとかあります。観光くらいはしてみたい。確かに、なんかテロとか多いイメージがある。なんか銃とか持って。なるほどなるほどなるほど。ちょっと怖いから観光とかだったら行ってみたいかもしれない。なるほどなるほど。どんな感じなのか。ありがとうございます、はい、早速なんですけど、はい、アメリカ人とか、はい、アメリカに対するイメージどういうの持たれてます。あ、なんかイメージとしては結構寛大な心を持ってるようなイメージ。結構寛容なイメージ、おおらかなイメージが強いです。なるほどなるほど。アメリカからのドラマだったりとか映画とかっていうメディアは見たりする機会ありますか。ドラマ、あれってアメリカだったかわかんないですけど、プリズンブレイクとか。あ、アメリカっす。アメリカっす。見ました。あ、見ました。まあ、確かにあれ日本でも人気ですもんね。はい、あ、そうですね。なるほどなるほどなるほど。あ、スパイダーマンとか。見ました見ました、はい、あ、はい、見ました。僕も見ました、はい、最近やったやつ。そうですよ ね、 すよね、はい、アメリカ人で有名な、はい、なんか人とかを挙げてもらうことってできますか、はい、アメリカ人でトランプさんとか。あ、トランプ、はい、トランプ。セレブとかはどうですか。セレブか。セレブ、セレブは知らないな。わかんないですか、はい。じゃあスポーツ選手とかでも。ああ、アメリカ人のスポーツ選手、レブロンとか。あ、レブロン、はい。アメリカに行くとしたら、はい、どこのエリアとか観光地とか行きたいと思ってます。あ、もし行くならカリフォルニアとか、うん、あとはワシントンにも行きたいですし。ワシントン、はい、それはどうしてワシントン。ワシントン、僕建築やってて。へえ。まあ、そうですね、都市の作り方で結構。あとはグランドキャニオンとかは普通に見に行ってみたいですね。なるほどなるほどなるほど、はい、じゃあ最後にアメリカとかって住んでみたいって思います。あ、ちょっと住むまでは考えたことないですね。旅行ですか。あ、そうですね、どちらかっていうと旅行ですかね。海外で住むっていうには なったことないですね。 ありがとうございます、はい、アメリカ人だったりアメリカに対してどういうイメージを持たれてます。私はアメリカに留学したことがあって、なので最初はそうなんだ。そうそうそう。最初はフレンドリーな人たちがアメリカ人多いんだろうなって思ったんですけど、はいはいはい、行ってからは結構セクショナリズムとか結構人種で区別するとかそういう区切りが多い国なんだなって思ってるのが今の印象です。なるほどなるほどなるほど、はい、アメリカのどちらに留学されたんですか。アメリカのボストンに行ってました。ボストン、はい、なるほど。どうですか、どういうイメージは。私は、横田の基地の近くでずっと育っているので、昔からアメリカ人の人に囲まれてずっと育ったことがあり、あ、ね、実際に私も、フロリダの方に留学をしていたんですけれど、やっぱり今私の、まあ、友人が言ったみたいに実際に自分が初めて住んでみた時にはやっぱり、まあ、南部とか西とか東とかで全然やっぱりアメリカすごい大陸が大きいので、すごくオープンマインドな人も住む場所によって違うなっていうのがあります。その実際日本人として扱われるじゃないですか、まあ、アメリカに行った時にどういう扱いを、まあ、いい意味でも悪い意味でもどういう扱いを受けましたか。
日本人というよりアジア人での中の日本人だった。なるほどなるほど。日本人としてっていうのにこう一歩踏み込んでくる友人もいたりしたけど、最初はアジア人からの入りが多かったです。なるほどなるほど。どうですかね。私もそうですね、日本人としてはすごく見られないです。アジア、そうですね、アジア人として見られるし、逆になんか私全然違う国にエジプトとかギリシャとか行ってたことがあって、その時には日本人であるってことをすごく見てもらったんですけど、なので逆になんかアメリカに行った時に、あ、こういう感じなんだみたいな。あ、そう、なるほどなるほどなるほど。アジア人っていうくくり、うん、ですね。ありがとうございます。じゃあ最後に、まあ2人とも留学されてたんですけど、アメリカに住みたいって思いますか今後？思わないかな。どうして？ハワイなら住みたい。なんだろう、トランプの時のを見て、アメリカを見てなんか怖いなと思った。意外とこういう人たちがマジョリティでいるんだろうしっていうのを、そこまで私は分かってなかったので、私が最初思ってたオープンマインドの精神もみんなあるけど、やっぱ根深いところにはそういうのもあるんだなっていうのをすごく目の当たりにしたので、なんかもう少しオーストラリアとかの方に住みたいかもしれない。英語圏だったら、うん、どうですか、住みたいとは思います？住もうと思ってました実は。本当ですか？はい。でしばらく本気で考えて2年前ぐらいなんですけど、住むならもうフロリダは嫌だと思ってたんですよ。アジア人がすごく少なくって、食料とかもやっぱり好きなアジア人のフードとかがなかったんで、うん、住めるんだったら西だと思ってたんですよ、はいはいはい、で西海岸の方に住もうと思ってて、でもやっぱりコロナになってからすごいすごい変わったじゃないですか、アジア人に対しても。だから西海岸に行っても怖さをすごい見て、今の時期から多分あと5年間はアメリカはちょっと住めないし、初めてアメリカに住みたくないと思いました、この2年。あ、なるほど。ありがとうございます。すみません、お手伝いしました。 OK, thank you for watching so far. How was it? That was interesting. And my opinion, what do I think of America? 2 years ago, I was supposed to study abroad in CaliforniaBut since COVID, I couldn't go. I still want to go, actually. Like, I want to live in America in the future. I really love American movies. Actually, one of the reasons I started YouTube is I want to make a movie in Hollywood one day. The reason why I decided to go to California before COVID was because I wanted to live in America in the future. That's my opinion. I really love America.And I'm really glad that many of subscribers are from America too. So I hope this year I can visit there. I want to see what's it like there. I have seen only on TVs or movies, so I want to see what's it like. I think it's the same. Many of you guys watch animes, right? And that you guys want to come to Japan because you see the scenery of Japan on anime. And then it's the same. Like for me, I love movies and I always watch American movies. So I want to know what's it like.There. I understand how hard it is for you guys not being able to come to Japan. Same as me, like not able to go to the America. Like I was supposed to study abroad 2 years ago, so I know how hard it is. Okay, anyway, thank you for watching. If you like this video, click like button. Please subscribe to my channel. See you next time.